そうそう、健康が一番の幸せよ。うん、これでもあのね、ちょっと優しい人に対して優しさがちゃんと年寄りが多いなから、あのね、できるようになるね。うん、そうよ、あんた大変なこと言っちゃいけん。怖くね、優しい。え、ちょっと私のコーヒーで。それよね、あんた飲んどんじゃない。じゃけん、それしかないわね。間違えてアイスコーヒーを押したつもりが隣だったから、すみません。ここをやってが、信号ラッシュがないけいかろう。ここ困るなって、もう1時間ぐらい待ったんで目になったいうことよ。そう、この橋ができたおかげで快適だわ。早いね、この橋を通るって、うん、30分は時間ない、うん、あの、あれ渋滞するときだったら下手したらもっと違うかもしれないよ、うん。ああ、そうか、言うよって救急車でもね、ああ、どうのこののけのけって言わんで目になったけん、ここの運動が。じゃけん、すごい楽になったけどね、この橋が出てて。タクシーでも、うん、やっぱり。ね、乗る人がね、うん、高速出ないや、みんな。うん。うん、まあまあね。今頃ね、あの、雇用からね、プレは、ね、乗っただよ、この辺。プレからね、雇用は高速艇じゃないか、のフェリーばっかりよ、船、うん、の方は。船は近いけど。どうな、半分なんだけ、380円だけ。な、広島から高速艇950円。いや、今1000円超えとるよ。向こうじゃろ。うん。これ大きく何本入れとくの。2000円よ。これはな、島から大原まで行く、なんか、500円なもんよ。そうそうそう。3000円はいるよ。500円よ。大原まで500円バス。500円ね。高っ。何それ一体。あの、何倍いるの。片道2000円じゃない。いや、両方で5000円くらいで。家からあそこまでまだ何年行けんの。3泊。そんな考えたらね、5000円いるの。バカみたいなね。いや、あんたね、5000円いったわよ。もう、あれじゃん、1万円違うよ。ちょっとタクシー乗るんでもね、考えられんぐらい値段いるんで。いや、俺は島から思ったら5000円だよ。1万円。ここ行きからクレコまでいくらかかったタクシーで。1000円630円。うん、そこまで。国立からクレまで、クレコまで。私は2000円いるんや、あそこから1段まで陽光台から。あ、ここまでバスで行きゃいいんだろ。バスで乗り継ぎがあるじゃん。乗り継ぎがあって見えた。忙しかった時間がない時もあるじゃん。そうなんだよ。そこまでバスや電車で行きゃいいじゃん。乗り換えよ。4番でも7番でもあるじゃない。広島駅まで行ったらあれ電車があるじゃない。なんぼでもあるじゃない。乗り継ぎもせん、あの急いでる時はあれやん。あ、それはよっぽどの時にはあれだけど、普段は乗り、あの4番でも7番でも行けるじゃない。あ、乗り継いで行こう思ってね。乗り継いで。まあ、あのね、お姉さんは健康じゃないけ。ああ、そう、うん、あ、いや、自分が行ってみたよ。あ、初めてわかるじゃん。私はいつも来よったもん。どこへ。高橋の、ね、学校行きよった時はいつもバスに電車乗って来よったよ。まあ、それはあれじゃないよ。宇治のとこじゃないよ。いや、そうよ、いつも待ちよったよ。いや、違う。高橋はそれで鍛えられてきとんだけど、バス電車乗るのいつもなら幼稚園、小学校ぐらいから。でもあれは慶応の電車の混み具合嫌だ言ってよ。え、大学行くときにね。早稲田じゃないの。そうそうそう。いや、めっちゃ混むんやん。すごいよ。まあ、ほんまに田舎から出てきたらびっくりしたわ、最初。あれ、一人じゃ迷子になるわ、思った。高橋と一緒に行ってよかった。正解だったけど。え、どこへまで行ったの。うん、そうそう。入学式の時もホテルから一緒に行って。ほんま、迷子になるよ、あれ。東京駅も島から何十年ぶりに行ったら。ここも稼いどるね、めいちゃん姉ちゃん。何？ここの橋ができてすごい混雑するもん、日曜日は。ここが混雑する。うん、前はあんなに困んかったのに稼いどるよ、うん。お姉さん、そこのお菓子屋で買ったことある？福祉というとこ。うん、そこそこ。アイスモナカの。おいしいよ。え、モナカ？いや、私はあれ、だいたい正月の帰りにこれを買って、うちの親父さんが好きだったんよ。
あだ名のお父さんは